我给的呢。<music> <music> 温かい毛布に包まれてるような毛布がありましたおかえりーただいま、えー、今回ですねスマリューさんという留学会社様から案件をいただきましてオーストラリアのブリスベンに1ヶ月留学しておりましたえー、もう知ってますおかえりみけちゃん早くないとにもかっくにも一筋の疑問が生じるわけですみけちゃんって留学2回目だよね最初のマルタ留学とオーストラリア留学結局どっちが良かった

だろうあのですね、えー、比べようがないと言いますか、どっちもなんかこういいね。あ、なんでマジじゃんこう光と影みたいな。闇と暗闇みたいな。どっちがどういう人に向いてるかっていうのを皆さん教えていきたいと思います。まず、オーストラリア留学に向いてる人は、長期で行く人、カフェとか、ちょっと都会的なおしゃれなものを楽しみたい人、がっつり働きたい人。えー、この3つですね。すごい2回しか留学行ったことないのにさ、こんなね、ドヤがえー、私の感想ですから別に。うん、言いたい方がいい。 言ってやりますよマルタ留学に向いてる人はゆったり過ごしたい人短期でサクッと行きたい人海とか自然に触れ合いたい人南国気分を味わいたい人えこちらになっております、えー、もうまとめるとオーストラリアのブリスベンは渋谷で、えー、マルタは沖縄みたいな。 これね本当にねそのまんまだと思うんです、うんうんうん。だからもう本当にブリスベンはもう渋谷みたいな感じなの。都心にもうスタバあります。はい人人みたいな感じで、ね。で、マルタはもう沖縄みたいな感じなで。 アイスクリームペロペロロでも、バレッタっていう都市には、もう古代遺跡みたいな、ローマみたいな、博物館みたいな感じの街があるの。びっくりしたんだけど、マルタ行った時はね、周りの人がみんなね、私1週間、俺1ヶ月や、2ヶ月みたいな、私1年半、2年半とかしてる人もいたけど、2週間とか1ヶ月とか、短期の人はめちゃくちゃ多かったの。でも、なんかね、オーストラリアのブリスベンは、なんかみんなめちゃくちゃ長くて、私1年、オイラ2年、結構ね、長い人が多くて、あ、びっくりみたいな。だからうちが 一ヶ月だけって言ったら、みんなめちゃくちゃええみたいな、びっくりされたんだけど。マルタは島もちっちゃいから、電車もないから、あの全部バスで行けるのね。三ヶ月いたら、もう私のようにう、マルタの仙人と呼ばれてもいいぐらいになれます。<laughs> 一方、その頃、オーストラリアのブリスベンは、オーストラリア自体がマジでかいから、そこのブリスベンじゃん。で、そこからゴールドコースで行って、なんかいろんなサーファーズパラダイスとか、いろんな海行ったりとか。動物園行って、コアラ抱っこしたりとか、いろんなアクティビティがあるんだけど、その代わり、時間の流れはめっちゃ早く感じたの。 マジで1日長くてわっ長えみたいなわあすげえみたいな時の流れはもうゆっくりオーストラリア結構なんかもういろんなものがあってもうスタバスタバスタバ都会みたいな感じで結構時の流れがね早くて1日早いみたいなえもう終わりみたいなそんな感じだったのねそれは人それぞれですよねマジぞよ だから、どっちがどっちがいいとか、どっちが悪いとかでより難しいですえ、もう一個例を出すと、ですね私が住んでたマルタの寮から、ですねスーパーまで徒歩20分でした。 オーストラリアの方は、え、徒歩もちろん5分以内にもうスーパーも何でも何でもかんでもありました。それでは分かりやすく今からね、それぞれの、えー、まずポイントをお伝えしていきたいと思います。まず私の選んだ学校。オーストラリアの学校は、イングリッシュアンリミテッドブリスベンという学校に行きました。で、マルタはイングリッシュランゲージアカデミーというところに行きました。で、どっちも共通してるのは、少人数の学校にしました。だからちょ、ちょっと小さめの学校にしたの。なんでかっていうと、授業中とかももう少人数でみんなと仲良くなりたかったから、私はそっちにしたんだけど、どっちの学校も、 一回の授業がどっちも十人ぐらいだったらね、みんなと仲良くなったりとか、先生とめちゃくちゃコミュニケーション取りたいですとかいう人は少人数の学校いいと思います。ただあのもっといろんな国の人と、もっとたくさん友達作ってマンモスこ行きたいですみたいな人はあの大きめの学校を選んだらいいと思います。でも少人数の学校は毎週月曜日の新しい生徒がね入ってくるから、それでまたお友達もチェケラできるんではないでしょうか。続きまして費用。えー、マルタとオーストラリアのブリスベンえー、どっちの費用がどれ。 だけかかっ,たかっていうところなんですけれどもえこちらはですね覚えておりませんので概要欄のスマリューさんのホームページから1ヶ月どれぐらいかかるかっすぐパッてねもうこのパックですみたいな感じで、ね、もうパッケージでパッて出てくるからそれをチェックしてみてくださいとマルタの方が安いですえ続きまして日本人比率えこれはですね本当にびっくりしました時期とかその時にもよるから何とも言えないんだけどえうちが行った時ねマルタは8月から11月まで行ったんだけど日本人はめちゃくちゃ多かったですわかんない けどでで初めてての留学で行ってマジ誰もも日本人1人もいません英語で全部質問とかもしなきゃいけませんっていうのがえちょっと不安だなっていう人は日本人いっぱいのとこに行ってもいいと思う一方その頃オーストラリアのブリスベは日本人がほぼゼロ同じクラスとかじゃないよね もう全体でうちの学校一人しかいなかったうちとも,もうその子だけマジで私は絶対に英語頑張るんだ絶対誰とも日本人とは話さないで英語を上達させて帰ってやるんだぜイエーイイエーイイエーイって人は日本人比率が少ない学校をスマリオさんに聞いてどの学校がいいか教えてもらったらいいと思いますもうこうやってなってくると本当にさ留学の,の YouTuber ですかねもう超参考になるでしょううかるよそんな感じですどうですか どっちもねすごい楽しかったなんか全然違うだからもうそれぞれの、ね、いいとこがあるんですマジでどっちの留学もさ夏に行ったからさマジで最高でしたちなみにオーストラリア今から夏だから来たんじゃないの <laughs> もうこんなさ分かりやすく伝えちゃってさどうしよう留学ブイロー g になっちゃうで初めて留学行くってなるとさえ留学会社って何みたいなえどういう で、分かるるんんででですすよよそうなるんですよねでスマリューさんではですね、簡単なのマジで、オーストラリア行きたいとか思ったら、オーストラリア1ヶ月はもうこの値段です。2ヶ月はこの値段、3ヶ月この値段みたいな感じで、もうか書いたの値段がね、だからもうすごいわかりやすいの、もう簡単シンプルに選べるってところが、えー、スマリューさんのポイントです。あとはめちゃくちゃ安い。なんか他の留学会社さん、ね、使ったことないかわからないんだけどあ、すごいね、それもいいポイントなんではないでしょうか。あとね、簡単に留学の費用 シシミュレーションが出せるから皆さん概要欄で調べてみてくださいであとは同じ価格で語学学校が自由に選べるんだってえーそうなのだからこの学校はちょっと人気なんか高いですとかそういうのないらしいえー、あとは充実の学校学習サポートオンンライ英英会話語学習アプリが6ヶ月 使用できるって。やってる人いたわ、確かに。うちやってなかったけど、めちゃくちゃ英語を頑張るぞいぞいっていう、あの人がいたらね。その愛さんはね、確かに英語学習アプリ使ってたから、学校でわかんなかったなっていう人は、それもプラスで使えばもう、ぐん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 英語力が伸びまくるっていうことです。で、今、キャンペーンもやってるらしい。最大14万円相当の海外留学1週間が当たるチャンス。 秋の感謝祭キャンペーンっていうのをやってるらっしゃるで一週間ちょっと留学行ってみたいなとか、ちょっとサクッとちょっと行ってみたいっていう人はぜひキャンペーン応募してみてください。あと、ースマイルさんではワーキングホリデーもやって、今ねちょうど円安だから、え、海外でね、働いたらめちゃくちゃ、イエーイ ドルだぜワーホリっていうのもちょっとやってみたいでよって人はねスマリオさんに相談してみてくださいそれとりあえずなんかちょっと細かなことでもね相談したいですって人はねあの留学のことなん何でも答えてくれるっていうねあのスマリオさんの LINE っていうのがあるのでね <laughs> それを登録して、えー、私の動画がちょっと流れてくるかもしれませんけれども、えー、それでちょっと相談してみてください意外とさみんな留学って言うとさ <laughs> ってなる人いるんだけど全然大丈夫 なんか留学に行って違う国のご飯を食べて違う国の人とちょっとおしゃべりして行ったことない場所に行ってそういう体験が今後の人生の何かのきっかけになったりとか自分の人生をちょっと豊かにするスパイスになればいいんですよ留学のめっちゃ好きなところはマジで人と人との距離がマジでギュンって近くなるの友達がすぐできるしめっちゃ楽しいので今はもう留学行こうか迷ってる人は とりあえず行ってみてくださいなんとかなります全然大丈夫ですみんなへのお土産はえまじ土産話という形でこれからね発信していくんで皆さん、えー、物理的なものが欲しい人はですね、えー、ごめんなさいでしたということでバイネルチャンネル登録よろしくチャンネル登録よろしく